何いや何捕まりそうになったじゃん。あ、警察に捕まりそうになった話ね。いや何、あ、その話ね、見てすんな。俺が香川のトークライブ行くとまでの間にその話しなくてよくないですか。警察とゼロ距離になった話。ゼロ距離、うん、逃げようか迷ったよね。なんで逃げんだよ。いや違うんすよ。いや待って、説明していいっすか。なんで、まあ概要を話すと、カンタ、まあ、あんま詳しくは言えないんだけど、うん、カンタがその動画で、ね、飛行機の中に、うん、動画じゃないです。いや、どう、じゃあプライベートです。プライベートで、じゃあ動画で使おうと思ってたの。プライベートで、うん、まあ、プライベートじゃん、まあ香川まで行く途中だから、まあ、うん、まあ仕事とはいえ、まあ仕事に向かう途中なわけです、ね、うん、出勤だから通勤電車で痴漢したようなもんですよ。香川に向かう飛行機に乗る必要があったんですよ。で、みんなね、はい、そのマネージャーさんとかそのスタッフの方、うん、もろもろね、で、まあ、10人ぐらいでこうね、お前が喋ったら俺悪者になっちゃうな。飛行機に乗ろうと思ったんですよ。あれ、あそこよ、あのピーピーポーンってとこあるじゃん。そうそう、荷物検査っていう、あの、うん、絶対必要なやつね。そう、あれを通すんだよ。ポケットも全部出してくださいってこうやって通り過ぎるやつで、僕通過できたっていうね、普通に。もうお前通過できたんですよ、うん、で、俺もやって通過して、うん、で、まあみんな通過しちゃって、このバッグ大丈夫ですかって、汗かんだんです。かんだんです。このなんかこの下にそのなんか金属片があるんですか、なんですかねってなって、うん、まあで、出てきたのが、まあ、日本刀だったっていう。刀剣な、日本刀じゃん、うん、なんだもん、機内に日本、これの日本刀な、日本刀を持って機内に入ろうとして、なんか、いや、どう、ダメっすかみたいな。ちょちょちょ、え、これダメなんですか。お前ずれ、え、これダメなんですか。お前、マジでずれ。いや、説明出してください。剣あんま詳しく言えないんですけど、企画で今後使おうかなって思ってた品がありまして、うん、で、あの、でも使ってなかったんだよね、うん、で、結構長い間俺持ってたじゃん、うん、で、なんかまあ、取りたい時に取ろうかなというか、うん、っていう気持ちでリュックの底に入れてて、うん、で、なんかもうそういう金属みたいなの忘れてたんだよ、その。え、実際手とか切れないような。いや、そんな、なんかそれでなんか、いや、これ切れないですよ、みたいな。ああ、ちょっとすいません、みたいな。いや、いや、違う。切れない日本。切れない剣は持って入っちゃダメなんですか。いや、聞いて、聞いて。おい、マジで終わったってことなの。で、そしたらね、まあ、税関の人、あ、すいません、ちょっとじゃあ終わりました。ちょっと今警察呼びます。って、警察来てね。こんくらいのね、まあ、刀刀じゃねえか、お前。刀じゃん。刀よ。うん、こんくらいの、うん。切れない刀よ。うん、が、リックのそばに入ってて、出せって言われて出して、何ですかって言われたから、同剣です。同剣ですって言ったら、もう、剣って入っちゃったから。いや、俺はだから、その時。びっくり、同剣同剣を、うん、ごまかそうと思えばごまかせたけど、うん、今は正直に、うん、違うんですって言わないとって思って。いやでもさ、だから同剣ですってなって、うん、同剣、いや同剣みたいになった時に、だからもうその、うん、で警察来てる時にマネージャーさんにさ、なんで同剣って言い方するんですかって、うん、すごい言われたじゃん。で、ね、同剣かもしれないですけど、うん、そ、切れないのであれば剣ではないので、うん、その銅の板とか、うん、その企画で使うその銅の板とか撮影用のとか、うん、入れて、なんで同剣だけ言ったんですかって。で、警察の人に、うん、鉄板って言ったよ、あれ。だから、その時はもう、だから、係の人、なんでこいつ嘘つくの？犯罪者じゃん。その、警官の方を呼びに行った係の人がいない間に、マネージャーさんに怒られて、その、あ、そうなんだって思って、うん、この人はちょっと同剣持ってるんですけどって来た、うん、警察の人に。あ、同剣じゃなくて、これ鉄板っすよって。え？鉄板ですよ、だってこれほら。警察来たら急に嘘つくじゃん、さ。みんなが思ったかな、それ。で、俺が、あ、じゃあもう逮捕してくださいって。留置場にぶち込んでくださいって。ただ、ちょっとおもれえしなった。いや、違う。みんなを楽しませたいっていう気持ちが、同居持ってきた。同居も、に宿ってたんだよ、俺の中で。それで、それは警察の人に俺伝わると思ったの。伝わるねえだろ、お前。なんでも同居持って、いや、これみんなを楽しませるための同居なんですよ。え、じゃあさ、俺がさ、ピエロだったとすんじゃん。うん、で、ピエロで、その、なんだろう、楽しませるための、うん、なんか、グッズ、うん、止めんの？金属っていう理由だけで。いや、ピエロは、うん、多分そういう道具を機内に持ち込まないし、手荷物で持ち込まない。預けるじゃん、まずピエロ。その意見もわかる、すごい。
あと本物こうやってね入れてる剣だったら本物じゃないからね。本物の銅剣を機内に持ち込む人いないよ昨今の日本では。いや俺もだからびっくりしたよ。お前なんだってこの話。いや犯罪ではないんだけどね、結論から言うと。まあまあまあ、で、結局、荷物検査通れなくて、うん、ロッカー入れて3日間な。うん、で、延滞して。延滞したのあれ悲しいわ。なんなんだろうな、でもなんかさ、この話ってさ、なんかかわいそうじゃない？かんだか？こういう人。いや、まあ、かわいそうだろ、聞いたらね。じゃあ、俺が持ってる道券は絶対企画。そんなの伝わんないじゃん、まず知らない人に。くそ。しかもその後、鉄のプレートですって言ってさ、道剣がやばいって知った人の発言だった。俺はね、そういう素直さでいけると思ってんのよ。目見て話せば。怒られてたぞ、お前は。どう思う？そういう世の中。いや、もう。いや、俺の気持ち言っていい？うん。なんで、うん、飛行機に持ってっちゃいけないの？道剣を、うん、テロをする人がいるからそれで。テロをする人が悪いじゃん。そうだね。ね、うん、いいこと言ってるじゃん。テロをする人は悪いよ、確かに。テロをする人が持ってる道剣はダメじゃん、うん、テロをしない人が持ってる道剣もダメなの？それはそのテロをする人がしない人が分かんないから道剣がダメってのしないじゃん。いやだからルールおかしいわ。